寝言は寝ていいえ。今回はいよいよ日韓基本条約について話をしていきます。竹島の話をした時に、サンフランシスコ平和条約が発効する直前に韓国は李承晩ラインなんてものを勝手に設定して、竹島は俺のものだと言い始めたという話をしましたね。今回の日韓基本条約に至るまでの交渉過程でも李承晩は、日帝支配36年の謝罪と賠償を要求するにだとふざけたことを言い始めます。この時に日本側の代表として対応したのが、あの石井菊次郎さんの娘婿である久保田さんという方です。この方の対応がね、まあ素晴らしかった。なんと返したかっていうと、ざっくり言うと、日本の支配がそんなに苦痛だったっていうんだったら、日本が作ったもの全てぶっ壊してから言ってくださいよ、さら気になりますけどねと、まあこういうことを言ったわけですよ。当たり前の話なんですけど、こんな状態では交渉なんてね、まとまるわけがないんですよ。しかし交渉ってのは何もまとめることが全てではないんですよね。世の中にはぶっ壊した方がいい交渉っていうのもあるんです。今の話なんてまさにそうでしょう。日本が一方的に悪いっていうことになって、未来永劫謝罪と賠償を続けるなんてね、こんなの何のメリットもないんですよ。そもそも徳川の国と条約結んで約束したところで、あいつら約束守らないじゃないですか。日本だけが一方的に守らないといけない約束をする必要なんてね、まあありませんよね。そんなわけで李承晩との交渉は全くうまくいかず、日韓基本条約の調印ってのは次のパク・チョンヒ大統領にまで持ち越されることになります。今は投獄されているパク・クネ元大統領のお父さんですね。で、1965年になってようやく日韓基本条約が結ばれることになります。この時の基本スタイルとして、日本は謝罪も賠償もしませんよ、だって搾取なんてしてないもの、ただし独立のお祝い金として経済援助はしてあげますよ、だから韓国は今後一切日本に対して大東亜戦争以前の出来事に対する賠償請求はしませんと、こういう約束をしてるんですね。条約は7条からなっていて、重要なのは第2条と第3条ということになります。第2条で日韓併合条約以前に結んだ日韓間での条約は全て無効ということが確認されています。そして第3条において、日本は韓国を朝鮮半島における唯一の合法的政府として認めています。要は北朝鮮は知らんということですね。さらにこの条約に付け加える形で、日韓請求権協定っていうのと在日韓国人の法的地位協定というものが結ばれています。この2つの協定の方が、まあ日本にとってははるかに重要ですね。1つ目の日韓請求権協定の方から見ていきましょう。読んで字の通りで、日韓間における賠償請求権に関する規定ですね。ざっくり言うと、日本は朝鮮半島に残してきた財産は全て放棄します。さらに当時のお金で約11億円、まあ今のお金に換算すると1兆円以上になりますが、それだけの額の経済援助をします。その代わり韓国は今後一切第二次世界大戦以前の出来事に対する賠償請求を行わないという約束ですね。この協定の後も日本は ODA などを通して韓国には経済援助を続けていますので、総額にするともう軽く20兆円を超える規模で韓国に対して日本の税金を投入しているということになります。ちなみにこれらのお金の支払いについて、日本は個別保証っていうのも提案しているんですけど、韓国側が一括して払ってくれということで、日本は韓国政府に対して一括で払っています。そしてそのお金で韓国はインフラを整備し、韓国の奇跡と呼ばれる経済成長を遂げることになります。にもかかわらず、韓国政府は日本から金をもらったことは国民に対して公表せず、それどころか日本は謝罪も賠償もしていない、さっさと金を払えと国内向けに宣伝を始めることになります。まあ本当のことを言ってしまったら、なんで俺たちに来るはずのお金を勝手に使ってるんだ、ふざけるなとなることは分かりきっていますから、本当のことは言えないんでしょうけどね。そういう意味で言えば、韓国国民は実は被害者であると言えないこともないのかな。最近は慰安婦とか徴用工問題やらで日本が完全に解決したはずですよねというと、個別保障に関してはまだ解決していないなどとふざけたことを言っていますが、日本は個別案件に関してもすでにお金を払ってますから、文句を言うなら日本ではなく、ぜひ韓国政府に言ってください。最後に在日韓国人の地位協定についてもざっくり解説しておきますね。簡単に言うと、戦前から日本に住んでいた朝鮮人とその子供に対しては、日本に永住する特別許可を与えますよというものですね。まあ重大犯罪者とかは除きますけど、つまり戦後のどさくさで密入国してきた連中には認めてないんですよ。ただしこの協定は2世までに限るということで、3世以降については25年後に再び協議をしますということになったんですね。
普通ならそこではい終了、第3世以降については他の一般の永住外国人と同じ待遇で日本に住んでくださいねとなるはずですよね。ところが1991年になって第3世に対しても特別永住許可を与えますよと日本政府が言い始めたんです。ふざけた話ですよね。次回は5の倍数回ということで、ちょっと教育に関する話をしていこうかなと思っています。夢や目標のない子って今多いじゃないですか。それはなんでなのかなっていうことと、じゃあこうしていこうよという話をしていこうかなと思っています。チャンネル登録、お気に入り登録をよろしくお願いします。